はい、えー、今回はすごいですよ。何度でも OK。来場した企業の回数だけポイントゲットということなんで、1回6,500円ですからね、6,500ポイント。じゃあ2つ行ったらってこと1万3000円ですよ。うん、まあ頑張って3つ行こうかなと思ったら、もうね、2万円ぐらいになりますんで、非常にお得ですよね。しかもこれ、来場条件がほとんどないんですよ。だから誰でも OK ってことですよね。予約申し込み完了後、相談。 そして、見学完了ということになります。別に契約をしろってわけでもないですし、その後何日か引っ張るということはないので、本当にこの日1日だけですからね、非常に縛りも少なくってよろしいんではなかろうかと思います。で、何をするかっていうと、まあ、お話ししたかもしれませんけども、あの、住宅メーカーとかね、住宅展示用に家を見に行って、で、そこでね、当然、係員の方っていうのは、あの、家を売りたいわけですから、あの、自社がね、進める、 家にはどんな特徴があるのか、予算はどのくらいか、場所はどんなところに建てたいかみたいなね、夢のある話をしてくださると思うんですよ。別に契約を迫られることは当然ありませんし、家を建てるなんてのは、下手すると人によってはね、数年がかりでのプロジェクトになりますので、その辺はちゃんと認識した上でお勧めくださってますんで、強引なことってのはありません。 で、ここにもちょっとね、注意点がいろいろ書いてますので、読んでいただきたいんですけども、獲得条件は予約申し込み後。これは予約っていうのは家の購入予約じゃなくて、内見会ですよ。モデルハウスを見に行く、その日程のね、予約を申し込んだ後、うん、相談、見学完了いうことになりますので、その日はまあそうですね、30分とか1、1時間ぐらいですかね。1時間ぐらい一件に手間をかけて、で、帰ってくるでいいんじゃないですか。後から余計な売り込みとかありませんので大丈夫です。 で、対象年齢はあまり若すぎてもダメなんで、23歳以上ね。ほとんど条件ないでしょう。うん。あとはね、それぞれ読んでください。申し込んで、で、会場に行く。で、1時間ほど、いろんなことする。で、帰ってくる。以上で6500円ですからね。で、場合によっては2つぐらい回って、2、3時間かけて、2つ3つ回ってね、それ以上1万とか2万とかいただければ、とってもなんか素敵な休日バイトになるんじゃないですか。バイトっていうかね、もう縛りは何もないですからね。本当に、 気楽な1日で、お金まで儲けちゃうってことになりますはむ、い、ちゃくちゃ美味しいと思いますよ、これ、ぜひね、ここをクリックして、ポイントゲットしちゃってください。えー、それで、はは今回は以上です、はい、で実際に、この案件の非常に簡単なところは、家を見に行くだけっていうところなんですよね、まあ、通常ね、なかなか家を見に行く機会ってないと思いますけども、あのやっぱモデルハウスを見るって結構楽しいんですよ、遊園地に行くような感覚でね。 え、お一人で行く場合もあれば、ご夫婦ですとか、お知り合い連れで行く場合もあったり。まあ一番いいのは家族で行くことかなと思います。お子さんとかもね、楽しめるポイントが結構用意されてますし、やっぱね、なんか家を建てようとか家を買いたいなっていうふうな夢が広がりますよね。え、で、申し込みも非常に簡単なんですよ。ここに書いてますけども、もちろん無料で約3分で予約が完了します。え、相談とか見学、こういうふうなね、え、予約をすると、お近くの モデルハウスを見に行く、そのスケジュールが組めることになります。で、実際にそのスケジュールに沿って必ず会場行ってくださいね。会場行かなければ報酬入りませんので。で、えっと、入力するポイントっていうのは、どのあたりに、えー、建築を希望するエリアがあるかな、と。もちろん希望なんでね。 これで約束するわけではありません。それから青年月日と、土地を持っている人か持っていないかってことになります。あとは予算ですよね。どのぐらいの金額だったらどのぐらいのものが立つかなってことを大まかに、えー、ここでね、設定していくといいと思います。まあ、繰り返しますけども、絶対家を買えとか、細かい建築のためのね、スケジュールを教えろみたいなことにはなりませんから。本当に、あのー、見学に行ってね、あのー、 最近のお家事情とか、新築事情とかを聞くだけでもかなり勉強になりますし、えー、そっからね、えー、本当に家を買いたいなって気持ちになったら、その時にまた改めて別の日に相談に行けばいいじゃないですか。この日は本当、遊園地に行く感覚で行ってみればいいと思います。だいたい1件の家を内見するのに20分くらいかかって、ついでに2、3件見ることになりますので、まあ、あの、ドライブ感覚で1時間、ちょっとモデルハウス見ようかなっていうところじゃないですかね。はい。じゃあ、これを進めていって、 あとは入力して日程決めてくださいってことになりますはい今回の案件は以上かなはい以上ですね非常に簡単ですよ本当に気楽にご参加ください6500円いかがですか今回の6500円かけるいった件数だけということでかなりの高額報酬が狙えるんではなかろうかと思いますそれからね参加条件ほとんど縛りなしですから23歳以上だったら誰でもこれ受け取れるわけなんですよ、まあ、ですんでね 家を持ってる方も持ってない方も、最近の住宅事情はどうなのかなと。新築はどんなあ形のね、いろんなあ、まあ、楽しみが待ってるのかなってことを、なんか見に行く、体験するっていうところからスタートしてもいいんじゃないかなと思います。えー、これもあとこそれもないですね、本当私も何回もこういうのはね、行かせてもらうんですけども、その日限りで終わっちゃうんですよ。そこがいいですよね。 なんかその保険の面談とかだったら後からねあれから話どうなりましたみたいなプッシュが結構あったりするんですよねだからそういうのが苦手な方は保険は敬遠すると思いますけども住宅の方は大丈夫ですから本当に、えー、楽ちんでございますそれから住宅というのは単価が高いですから報酬が高くてもまあ言えてるなっていうところですよねはい、じゃあね ポイントサイトもっぴーのまだ会員登録じゃない方は概要欄から会員登録してみてください。そしてですね、友達コードっていうのが紹介コードっていうのがありますのでそちらの方をご利用いただくと最初からポイントが入った状態になりますのでご利用いかがでしょうかどうぞ。